潜売局外観潜売局は台湾台北市南障害に位置する台湾の国定史跡。ルネッサンス町の赤レンが建築であり、建築された1913年から2000年にかけて台湾の潜売事業の中枢としての役割を担っていた。日本統治時代の大正2年に着工され、大正11年にアヘン、食塩、小農、タバコ、酒、マッチ、塗料攻撃、 石油を取り扱う台湾総特府、専売局庁舎として完成し、台湾における専売事業の監督庁舎として機能していた。日本統治時代のみならず、戦後に国民政府により接収された後も、公買局としてアヘン以外の専売事業を継承していた。しかし当初は専売制度は汚職の温床となり、 1947年2月28日には台湾商船売局台北文局での闇バコ取り締まりを契機に228受験が発生している。1950年代になると台湾の購買制度に修正が加えられ、食塩が船売対象から除外され、石油は中油に船売業務が移管され、土壌攻撃及びマッチは民間の取扱いとなった。 1960年代以末には、小農が専売事業から除外され、専売業務はタバコと酒のみとなったが、それも1990年代に全自民間に開放されていった。2002年、購買局は台湾市古墳有限公使として民営化され、台湾における専売事業は正式に終了する。購買局の建物は、 台湾志向士の本社としてそのまま利用されていた。建築物は1998年に中華民国政府により国定史跡の指定を受けている。2006年からは国立台湾博物館、旧日本館行銀行台北支店、旧三井物産台北支店、台湾総督府交通局鉄道部、 専売局小能工場の6施設を複合整備指示と革新区台湾博物館として整備される予定であり、専売局は台湾産業博物館の一つとされる計画である。建設当初の専売局専売局は台湾総督平前課の森山松之助の設計、神戸組の施工により建設された。ありがとうございます。